北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャスト各プラットフォームと YouTube よりお届けしています。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、先週はリスナーの方からのご質問でしたが、今日はですね、実は先日というか、ありがたいことに北川先生と LINE でやり取りさせていただいているんですけど、先生からやっぱりね、たまにというか、結構1週間に1回ぐらい、なんか写真が送られてきたり、言葉が送られてきたりね、いろいろ送ってきていただいて非常にありがたいんですけど、先日もう夜中ですよね。もう先生ご自身が覚えてないかもしれないですけど、2時か3時ね、10分ぐらいに、先生からちょうど今読んでみましょう。せっかくなんで。メッセージが送られてきて、そのメッセージの後に朝、おはようございます。昨日は夜中目が覚め、眠れず。慣れないベッドのせいかな、笑いなんていうことがあったんですけど、これ多分東京いらっしゃってた時じゃないかなと思うんですけど、ホテルに泊まれた時だと思うんですけど、なんかこういうやっぱり夜中とかにいきなりなんか言葉降りてくるとか、やっぱ結構あるんですか？あ、それはしょっちゅうありますね。はい。うんうん、その中でですね、はい、今日その言葉がちょっと気になったので、ぜひこの言葉と、そしてその意味を伺ってないので伺いたいなと思うんですけど、夜中2時ですね、いただいているメッセージ。引き寄せて結べば、草のいおりにて、解きて放てば、ただの草の腹なりということで、ちょっと僕には分からなかったので、ぜひ、ね、リスナーの方と一緒に教えていただきたいんですけど。平安時代の有名な、有名だったかな、ちょっと忘れま、この誰だったか元があるんですね。あります、あります。勉強の有名な、貴族の方だと思うんですよね。はい。あの方が悟った言葉といいますかね、なんか例えば大金持ちで、なんか大きな家を建てて、立派な家も部屋のあれのようにすべて大きな家も時代とともにすぐ変わってしまって、元の家はなくなったり、新しい家ができたりとかいう、当時の人の世の中の移り変わりのことを嘆いた言葉がありますよね。悟りの言葉って言いますか。すべて移り変わり。諸行無常みたいなことですか？そうそうそう。諸行無常の言葉ですね。はいはい、あれと同じようにいつも人の勢いというのはとどまる。一定ではなくて、とどまって弱ったり、勢いを持ったりとかいう。で、それに取り憑かれる人たちはたくさんいるっていうふうな、つれづれ草とかね、そういうのに書いてあるんですけども、はい、全く、今も全く変わってないって言いますかね。で、どうしても権勢にとらわれる人や、名誉にとらわれる人や、淡々と生きる人や、はい、から大きな家で権勢を誇る人や、そういう人が必ず今も昔もずっと現れるみたいで、うなずきした覚えがないと言いますかね、ほとんどの権勢欲に取られた人は浮き沈み、長く続かないということを言ってるんですね。その中で、何が大切かって言ったら、はい、そういうものは全く虚しいもんであって、虚しいという言葉はあれなんですけど、真実ではなくて、本当の安らぎは平穏で自分の務めを果たすことにあるんだというのが、この言葉の中に込められているような感じがするんですね。だから、早川さんに言ったように、なんていうか、すごくこの意味は、意味が深いなぁと感じがします。どういう意味かというと、今住んでる家も、本当に例えば、建築物、家で木を使ったり、コンクリートを使ったりすると、なんか家というのはすぐに壊してしまったら、大変なんですけれども、今私が住む家はこんな草のいおりがいいってこの方言ってるんですね。はい、草のいおりは、パッとかやを集めて、結べば、いおりになってしまうし、そして、私が死んだ後でも、私は途中でやめようと思った時でも、いおりの紐を解けば、元の草原になって自然に戻るって言いますかね。そうか。だから、その安らぎと、なんて言いますか、虚しさと充実感、いつでもなんか充実した容量を持つことができるということと、いつでもなんかそれを解くことができるって言いますかね、それにこだわらないというか執着しない。しなやかですね。そうですね。でもそれの安らぎなりっていう、なんかすごくいいあれなんですね。こう草のいおりにいて解き放てばただの草の腹なりで呆然とそこに佇むし、そこにこう名誉心とか、お金とかいう執着心がないし、またなんか楽しくなったらそれを切り集めていろいろ作ればまた住むことができるというか、自由さというか、なんかそういうこだわりのなさとかのがある、すごくいい歌なんですね。だからとらわれないっていうことをこうなんか言ってるっていう感じは、こんな心境になりたいなと思うんですね。大きな家とかすごいだろうとかいうのは全然ないというかね、なんかすごいですね。こう、何百年も前なのに、いや1000年以上前ですね。1000年か前なのに、全然古くないというか、むしろ今の時代、これからの時代ぴったりというかね、なんか一番新しいというか、全然そう。いや、不変ですね。今そう生きてるからそう思うんですけど、当時もそうだったんですよ。やっぱ大きな家と瓦を建てて、こうね、逆にそうか変わらない。うだつを上げるとか言うじゃないですか、よく。剣鞘を張るとか、屋根の瓦をなんか身を張ると言いますかね、うだつを上げる、うだつが上がらないやつとかいう言葉があるように、うだつっていうのはこう見えのなんか屋根のあれですよね、あれを張ると言いますかね。なるほど。だからそういうこう目に見えるものにこうとらわれる人と、そうではなくてこう。もっと自然にこの生を楽しんでいく人がいると思うんですね。だから、なんかうだつは上がらないとか、うだつにとらわれるのではなくて、どう自由に、どう人々にこう喜びと、どうこう人々にこう傷つけないで生きていくか、できるかっていうのは、この草のいおりの自由さっていうのが、必要かなっていう感じがするんですね。いつの時代からそういう名誉とか見栄とかって生まれたと思います先生。国家ができた時ですよ。国家ですか、やっぱりそこですか、組織ができた時、組織ができると上下があるからですね。だから石器時代はなかったと思うんですよね。ですよね。今想像したらその時代なさそうですよね。でその頃の人たちはですね、戦った跡がないって言ってますね、学者は。その頃のなんか骨には。なるほど、そもそもないと。戦いがなかった。そうです、そうです。で、その後の時代といいますかね、には骨に傷があったり、頭にこう槍が突き刺さったりとかしてる時代があって、つまりその後は何ですかね、縄文とか、それから稲の、弥生時代とかいろいろありますよね。ですね。で、そういう作物とか稲とかなんとか始めると、だんだんこう、仲間意識とこうよそとの取り合いとか争いになってくるんですよね。ものを作り始めると奪われたくないし、隣の人はなんかいいものがあったら取りたくなるっていうか、子供たちの喧嘩と一緒ですよね。いいもの持ったら子供同士でよく喧嘩しましたで奪い合ってね。あれと一緒で、だんだんその人間が隣の庭の芝が青く見えて、それを奪い合うようだったのが争いの始まりだと思うんですけども、それを防ごうとしてみんなで守ろうとして、だんだん軍とかなんとかできて、国家ができた、国っていうか部族ができると、上下関係、命令とか力のある人とかになって上下関係、で上下関係になってどうしても強い人たちは権力ができてくるから、物を集めたり、いい家に住んだりとか、楽な生活したり、いつも下っ端の人は貧しいものを食われるとかにだんだんできてしまうと思うんですけども、それから離れることはなかなか人間が難しいな。農業したり自然がいっぱいあるところでは割と自由に生きていけるっていうところがありますね。お金にもこだわらなければ、ある程度生活できて生きていけることをね、目覚めれば、争いのない世界でいつも言っているように、周り無敵って言いますかね、ってこう仲間たちと共に、はい、良き仲間と共に生きていくことができれば、本当に争わないで生きていけるっていう、そういう世界が作れればいいんですけど、いつかそういう世界ができると思うんですよね。そうですね。なんか先生とも、うん、このね、やっぱり3年くらいずっとなんか時代が少しずつ変わっていって、僕たちも少しずつそっちのところに、まあ、まだ時間かかってもいけるかもみたいな話してたと思いますし、なんか先生の今の話聞いてると、なんか個人個人のね、レベルではなんか昔よりいわゆる目に見えるもの、まあ僕もまだまだありますけど、でも少しずつこのまさに今日のこの引き寄せて結べばのね、この言葉じゃないですけど、こだわらないとか、こうまあ時代がコロナとかもあっていろんなことがあって、やっぱフレキシブルに生きてかざるを得ないっていうのもあると思いますけど、ちょっとなんかひょっとしたらちょっと進化の本当のスタートに立てるかなぐらいに思ったんですけど、でもやっぱりまさにウクライナロシアで戦争はっていうね、なかなか難しいところありますよね。まさに国家だし、今の奪い合いのなんていうか世界っていうか最強なるものですよね、はい、やっぱ、うん、ウクライナのいいものを取ろうとしてると言いますかね、まあ、ね、いろんな理由をつけて隣の畑を争うとしてはいると思うんですけども、はい、本当になんかいきなり強盗が入ってきたような感覚なんかも分かりませんね。自由に生きようとしている人々たち、国家ができたのにそれを自分どこに引き入れようとすると争いになってしまうんですね。だからまあこの人類のこの強権的といいますか、他の人のものを欲しがるといいますか、支配したいという欲はいつまでもまだ続くんでしょうね、あと何千年かかかるのか分かりませんね。ですよね。最初はなかったけど、でも逆に何千年かかってきてるわけだから、やっぱり1000年単位もかかりそうですね。ね、こうもう戦争、第二次世界大戦したっていうこと、どのこのよりも、人間のその物欲と我欲というのはまだまだ、取れてないっていうことをつくづく今回のプーチンさんの戦いでよく分かりますね。まあ、中国もそうなんですけど、はい、我々はまだそういう所有欲と支配欲と権力欲とからなんか他人からよく見られたいっていう根強いなんかそれがあるんですね。でそれをなくすと今みたいな心境なんですよね、はい、こう、家に住もうと思ったら周りの会を集めて結べば家になるし、じゃあもうここが飽きたらまた次の特に行くにはその会を元に戻せばまたそこの跡形のその自分のいた形跡がなくなって次の土地に移ることができるっていうふうにこうなんかすごく自由だなっていう感じがするんですけどね。そう考えるとなんか国家って何なんだろうってちょっと思っちゃいますね。かといってじゃあね、分断がいいグローバリズムがいい悪いとかってことじゃないんですけど、でもさっきのねいろんな、なんかそうですね。だからそのことにこう息づくんですね。国家とまあプーチンさんだけ言うわけではないんですけども、そういう権力的な人たちの所有欲と、これ今の私が言ってる究極的な無所有といいますか、自由といいますかね、まあ理想なんですけどね、の世界もあるよっていうことをこの言葉は言ってると思うんですね。はい、草を集めて結べばいいようにて、その草の紐を解けば元の草原になりといいますかね、所有することと自由さのなんかつながり、そこを執着なくせば、そういう戦争とか争いがなくなっていくんでしょうね。だからプーチンさんとか習近平さんとか中国の人たちとか、そういうまあ日本も一緒なんですけど、向こうは争いだって全部悪いとは言いませんけれども、そういう所有欲の強さを少し薄めていくと、この歌のような心境になると、争いが非常に少なくなっていくっていう思いはありますね。そういう意味で中君に届けたんだと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。全然もう意味分からずに先生に今日ね、直接伺えてよかった。でもね、やっぱり僕ら少なくとも個人個人ではね、やっぱりこういう境地に少しずつ行きたいですね。なんか思いましたね。そうですね。こういう境地があるということを知るだけでもいいと思うんですね。そうですね。はい。戦いのない世界はこういう無所有に近いっていうか、まあ自由というか、といって全く無所有に我々現代の人間はね、はい、生きることはできないと今思いますけども、でもその間を取ってできる限り、所有力を、所有する力、支配力を強めることはできると思うんですね、自分の力で。はい、ありがとうございました。さあ、この番組では皆様からのご質問、ご感想を募集しております。詳しくは北川先生のホームページ、もしくはメールアドレス、北川@kikutas.jp までお寄せください。さあ、そして来月ですね、7月10日、福岡で北川先生のお話会が、開催されます。13時。会場13時半開演ということで、会場はアスミンセミナールームということで、こちら、先生のね、貴重なお話が伺える、機会ですので、ぜひ、チェックしてみてください。こちらのホームページに詳細があると思いますので、ぜひご覧いただけたらと思います。ということで、北川先生、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。